宇宙人の残した世界遺産。和製ストーンサークルとは？今回は、北海道、北東北の縄文遺跡群なんだぜ。この時代に、調理や保存も発展したらしいわ。くくく、これで私も神の手と呼ばれるのね。霊夢、こんな夜更けに穴を掘って何をしてるんだぜ。これは土偶のレプリカなんだぜ。こんなものを埋めようとして何をしてるんだぜ。今年、縄文遺跡群が世界遺産になったでしょ。どうしても新しい縄文土器を発掘して有名になりたかったのよ。霊夢、あの藤村さんの捏造事件は旧石器時代の遺物なんだぜ。縄文土器の場合はすぐに捏造ってわかるんだぜ。そうだったのね。じゃあこんなものは用なしね。でも、縄文遺跡って初耳のものが多いのよね。一体どうして世界遺産になれたのかしら。考古学遺跡って建物が残ってないから、前提知識を持って旅行に行きたいわね。きっと今回の世界遺産を知ることは、素晴らしい知識の財産になるんだぜ。そもそも、日本の世界遺産は、古墳時代から大和政権の時代、天皇家から武家政権の台頭の時代、明治から現代の時代、と各時代の文化を網羅しているからな。今回縄文時代をカバーしたことは、日本の発展を知る大きなチャンスなんだぜ。それが日本の世界遺産の良いところよね。早速今回の遺産についても知りたくなってきたわ。というわけで今回は、北海道北東北の縄文遺跡群を紹介するんだぜ。北海道、青森県、岩手県、秋田県にある縄文時代の遺跡群なんだぜ。縄文時代の採集、漁労、狩猟による、1万年以上の生活を伝える、貴重な遺構なんだぜ。つい先日、2021年7月27日に世界文化遺産に登録されたのよね。前回紹介した奄美大島たちとは兄弟のような存在ね。でもその前提として、縄文時代ってそもそも何なのかしら。だいたい旧石器時代と弥生時代の間の1万年くらいよね。そうなんだぜ。氷河期が終焉し、温暖化が始まる。その影響で地球環境も変化したんだ。落葉広葉樹の森が広がり、栗、くるみなどの果実が実る。海面が上昇し、魚介類が豊富に生育可能となる。そして、旧石器時代に代わって、約1万6000年前に縄文時代が始まったそうなんだぜ。旧石器時代終焉や縄文時代の開始時期は、資料ごとに微妙に異なるけど、だいたい約1万6000年前らしいわ。そして縄文時代の開始とともに、新たに土器が出現したんだぜ。土をこねて形を作る。非熱による化学変化を起こす。というプロセスにより、強固な容器を使えるようになったんだ。これらを作って煮る、などの調理や貯蔵、も容易となったんだぜ。この時代の土器は、表面に縄を転がして文様をつけたから、縄文土器と呼ばれてるのよね。だから縄文時代という、時代区分の名称になったそうよ。縄文時代の特徴としては、土器の使用の他に、弓矢の使用、魔性石器の発達、縦穴住居と貝塚普及、なども挙げられるんだぜ。ちなみに、この後稲作が始まると弥生時代へと移行するんだぜ。旧石器時代と違って、定住生活を営みながらの狩猟採集社会が、縄文時代の特徴ってことね。いわゆる村の誕生で、人々はより便利な生活ができるようになったと。そうなんだぜ。狩猟、採集、漁労を基盤とした定住生活の移行。これに顕著な普遍的価値があるとして、世界遺産に推薦されたんだ。ちなみに、縄文時代という時代区分は日本史に固有のものだそうだぜ。世界史の枠組みにおいては、新石器時代という区分が一般的に用いられるんだぜ。でも、定住社会プラス狩猟採集社会というのは、世界的にも珍しい形態らしいわ。世界遺産に登録できたのは、珍しい文化形態の遺跡であることも関係してるかもね。次に構成資産の紹介。こんなにいっぱいあるんだぜ。17個もあるのね。こりゃ編集泣かせだわ。推薦サイトでは、遺跡の構造の変遷や立地環境によって、6つのステージに分けているんだぜ。それに合わせて紹介するんだぜ。縄文時代を、定住の開始、発展、
成熟の過程を示す3つの大きなステージに分けて、それぞれをさらに前半、後半で2つに分けてるらしいわ。まずはステージ1の A。定住の開始ステージにおける居住区の形成。この時期の構成資産は1つ。大台山本遺跡が該当するんだぜ。青森県津軽半島にあるんだけど、河岸段丘上に立地する遺跡よ。旧石器時代の終わり頃の特徴を持つ石器群とともに、土器片と石属が出土されたの。土器片に付着していた炭化物の放射性炭素年代測定を行った結果、紀元前、1万3000年頃のものである可能性が指摘されたんだ。現在のところ、北東アジア最古の土器なんだぜ。最も古い特徴を持つ土器片は、縄による文様がないらしいの。なのでここは、定住生活の開始を示す重要な遺跡よ。土器片の分布から居住空間を想定できるそうなんだけど、柱の跡や地下への掘り込みがないそうなの。だから最小限の土地利用だったそうよ。ここは縄文時代のスタートを表す遺跡だから、旅行の時にはぜひ押さえておきたいわね。次にステージ1の B。 定住の開始ステージにおける集落の成立。この時期の構成資産は柿の島遺跡が該当するんだぜ。場所は北海道南西部渡島半島の柿の島川沿岸の丘。この集落内では縦穴見物と土工房があるのが特徴ね。お墓には子供の足を押し付けた土板も副葬されていたとか。居住区域と墓が分離されていて、日常と非日常が区別されていることがわかるんだぜ。集落の様子や精神文化の変換を示す重要な遺構なんだぜ。長さ190メートルに及ぶ湖の字型をした大規模な盛り土遺構もあるの。送り場という祭祀、儀礼の場と考えられているそうよ。国内最大級の規模らしいし、紀元前の世界を視覚的にも堪能できそうね。次にステージ2の A。 定住の発展ステージにおける集落施設の多様化。構成資産としては、北海道の北小金貝塚、青森県の田小屋の貝塚、青森県の二つ森貝塚の3つの貝塚が該当するんだぜ。ここでは最終的な捨て場と集落施設が充実してきたことを示しているんだ。これらの遺跡に共通しているのは何なのかしら。どれも海や湖の近くにあるみたいだけど、海浸、海体など環境変化への適応の実態を表していることなんだぜ。例えば当時の海岸線と連動して住居と貝塚が作られていたりな。沿岸部や湖沼地帯におけるなりわいや集落の様子を示すことが特徴なんだぜ。そういえば田小屋の貝塚は湖13湖に面してるのよね。以前白神山地に旅行に行った時、13湖のしじみを食べたわ。あの時は近くの貝塚が世界遺産になるなんて夢に思わなかったんだぜ。そうね。ぜひ旅行に行った際にはここで採れる貝を食べてほしいわね。もしかしたら縄文人と同じものを食べてる可能性もあるんだから。次にステージ2の B。 定住の発展ステージにおける拠点集落の出現。青森県の三内丸山遺跡、北海道の大船遺跡、岩手県の御所の遺跡が該当し、定住発展期後半の典型的な拠点集落なんだぜ。祭祀場が多様となり、大規模な盛り土を伴っていることも特徴なんだぜ。白神山地への旅行のついでに三内丸山遺跡も行ったんだけど、もはやテーマパークよね。遺跡センターが併設してるんだけど、とにかく規模が大きいのよ。出土品の展示はもちろん、大型の柱や住居も復元されているの。縄文時代の村を体験できる場所として、この世界遺産のメインとなる遺跡よね。ちなみにここは江戸時代から知られている有名な遺跡だったんだぜ。県営野球場を建設する事前調査として1992年に本格調査が行われたんだ。その結果、1994年に直径約1メートルの栗の柱が6本見つかったのよね。大型建物の跡と考えられて、すでに着工していた野球場建設を中止したの。遺跡の保存を決定した青森県の営団は素晴らしいと思うわ。ちなみにこの場所は遭難事件で有名な八甲田山から続く丘陵の先端に位置しているんだぜ。すごく語りたいんだけど、完全に市から離れるからやめておくんだぜ。
青森県って白神山地、恐山、津軽海峡と県全域に、必見スポットが多すぎるのよ。白神山地の動画でも語ったけど、とても数日じゃ回りきれないわ。次にステージ3の A。定住の成熟ステージにおける共同の祭祀場と墓地の進出。北海道の入江貝塚、青森県の小牧の遺跡、秋田県の伊勢胴体遺跡、秋田県の大湯環状列石が該当し、集落が小規模となって分散していく特徴が挙げられるんだぜ。そして集落外に共同の祭祀場や墓地を作って管理していくんだ。集落ごとの宗教色がより強くなっていった感じかしらね。祭祀場としても、環状列石があることも特徴だな。この世界遺産として、三内丸山遺跡と並んで見ておきたいのが、大湯環状列石なんだぜ。1956年には特別史跡に指定されている、日本最大のストーンサークルだぜ。史跡の中でもさらに格の高い特別史跡だものね。でもこれって、二つのストーンサークルを道路が分断しているのよね。せっかくの縄文ムードが薄れるかもしれないわね。秋田県知事は県道移設のため、予算を取ろうとしているらしいんだぜ。ものすごくお金がかかることはわかるんだけどね。これからも調査が継続するだろうから、なんとかしてほしいわね。でも、そもそもこのストーンサークルって何のために作られたのかしら？まさか宇宙人が、諸説あるけど、構造が似ている遺跡が墓地であることが判明済み。副葬品を伴う土工があることを、理由として大規模な共同墓地であることが判明しているんだぜ。日本だとストーンサークルって北東北と北海道にしか存在しないらしいの。縄文遺跡自体は日本全国約9万箇所に存在するらしいんだけど、この地域の特色かしらね。この世界遺産が北海道北東北に限定されている理由にもなっているんだぜ。集落跡、貝塚、墓、信仰や精神世界を表現する環状列石、などがこの二つの地域に揃っているわけだからな。縄文時代の発展を霊障することにもつながっているんだぜ。他の地域からうちの縄文遺跡も世界遺産に入れてよって言われそうだものね。そこで、お宅の遺跡ってストーンサークルあるんだっけと言えるもんね。さすがにそんな意地悪なことは言わないと思うんだぜ。ちなみに、ストーンサークルとして有名なのはイギリスのストーンヘンジよね。これも世界遺産なんだけど、桁違いに大きいからいつか行ってみたいわ。最後にステージ3の B。定住の成熟ステージにおける祭祀場と墓地の分離。北海道の清洲州定墓群。北海道の高砂貝塚。青森県の大森勝山遺跡。青森県の亀ヶ丘石器時代遺跡。青森県のこれ川石器時代遺跡。が、該当するんだぜ。この時代だと、祭祀と儀礼がより充実して、墓と場所が分離するんだぜ。亀ヶ丘遺跡の出土品の大型土偶が、すごく有名なんだぜ。亀ヶ丘遺跡は日本史の教科書にも出てくるから有名ね。土偶の存在がより宗教性が強まったことを表している感じね。縄文時代後半につれて、祭祀儀礼の発展が知れて面白いんだぜ。集団社会が複雑かつ密になったことを象徴していると思うんだぜ。各ステージごとにどれか一つずつでいいから、順番に行ってみたいわね。どの遺跡も解説センターがありそうだし、きっと、社会形成の歴史を感じられると思うわ。さて、次に、世界遺産登録までの経緯。2002年8月に4道県で作る知事サミットで、北の縄文文化回廊づくり構想を提唱。2007年8月に4道県で、世界遺産登録を推進することで合意したんだ。そして2009年1月に暫定リストに掲載されるのよね。世界遺産登録を目指してから正式に候補物件になるまで、割と短い方だと思うわ。この時の世界遺産名は、北海道北東北を中心とした縄文遺跡群、という名前だったんだぜ。中心としたって入っているから、他の地域のも含まれそうな曖昧さがあったのよね。早期の世界遺産登録を目指していたけど、2017年までに5年連続で推薦が見送られたんだ。でも、2018年7月19日に文化審議会により、2020年審議の正式候補に選定されたんだ。ところがどっこい、2020年からは、文化遺産、自然遺産を問わず、
審議対象は一国一県に限られることになったの。そして、自然遺産の候補案件が優先的に審査対象にされることから、政府は奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島を先に推薦することにしたのよ。一国一県にしたのは、増えすぎた世界遺産の数を抑制する目的もあったんだぜ。ヨーロッパの世界遺産登録数が多すぎるのよね。確かに地域格差があるものもわかるのよ。でも、これからの登録数を減らすだけじゃなく、登録済みの世界遺産の価値を見直すことも必要だと思うわ。日本の私立大学の数が増えすぎているのと同じ問題よね。文部科学大臣はわけのわからない大学をなんとかしなさいよ。霊夢、話が脱線してるんだぜ。結局、2020年の世界遺産委員会はコロナで中止に。今年は特別に、もともと2021年予定だったものと合わせて2件推薦できたんだ。そして2021年の5月26日、諮問機関イコモスから登録勧告が出て、7月27日に開催された第44回世界遺産委員会で、登録が決定したんだ。結局、正式な推薦にあたって、名称は北海道北東北を中心としたという表現をやめたのよね。北海道北東北のという名称に改めて正式に推薦。その理由としては、これらが挙げられるわ。北海道、北東北の17県で絞った方が、縄文時代の発展が証明しやすかったでしょうしね。何より、この動画を作る上で編集しやすいから絞ってくれて助かったわ。海外からの評価としては、構成資産からは、これらの縄文世界のイメージを体現していると、評価されたんだぜ。縄文土器が芸術的に影響とか、日本人の争いを避ける性格とか、すごい意見があるのね。後者のは皮肉じゃないといいんだけど、ストーンサークルについても、縄文人の深い精神性や天文学的な知性を感じられる、と評価されたんだぜ。確かに大湯環状列石は、視覚的な面でインパクトがあると思うわ。あまり知名度がないけど、知らない人に見せると驚いてくれると思うわよ。日本にこういう場所があったのか。ってね。でも秋田県の知人に聞いたけど、それほどすごい場所と思ってなかったらしいわ。東大も得らしいよね。さて、次に、この世界遺産で採用された登録基準についてだぜ。文化遺産の登録基準1から6のうち、3、文化的伝統または文明、5、伝統的居住形態または土地利用、が該当したんだぜ。登録基準後の、伝統的集落、土地利用の一環が採用されたのは、珍しいわね。日本ってこれが採用されたのって、白川郷五箇山の合掌造り集落、石見銀山遺跡とその文化的景観、しかないのよ。ここの建築物は現存していても、日本って伝統的集落がほとんどないからな。その土地ならではの建築物の跡が見られるなんて、人類の英知の賜物だと思うわ。こういった世界遺産が日本に存在するなんて嬉しくなるわね。というわけで、今回は、北海道北東北の縄文遺跡群を紹介したんだぜ。コンパクトに収めようとしたんだけど、やっぱりダメね。いざ詳細を調べると、縄文時代の人々の工夫や発展の歴史が素晴らしくって、まだまだ紹介したいことがいっぱいあったんだぜ。でも、この動画がきっかけで、もっと詳細を知りたいって人は、ぜひ、現地に行ってみて、我々の知らない情報を教えてほしいんだぜ。というわけでチャンネル登録してコメントぜひお願いしますなんだぜ。ちょっと登録させる流れが強引すぎるけど、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。